はいどうもケニーですよろしくお願いしますということで今回もバンティラッシューやっていきまっしょうということではい今回はですね第77シーズン SS 上位対使用率ランキングトップ10ということでですね今回皆さん かなり変動ありました。特に、えー、上位キャラクターたちがかなり変動あったので、皆さん楽しみに最後まで聞いてください。はい。ってことでもう早速ね、10位からの発表をしていきたいと思います。今回10位に選ばれたキャラクターは、 和の国オロビーになってきます。はい。ま、あこのキャラクターね。はい。もう個人的には味方にいると結構嬉しいです。はい。もう先部でガンガン行きたいんでね。はい。まあ、カイドウとか使ってる時ね。特にも、うあの、オロビーとかいて、まあ、あとはね、相方にお、おでんの方とか行った時はね。あー、ちょっとこれで先部ガンガン行けるぜみたいな感じで、俺思ってしまうんで。うん。かなり好きなキャラクターですね。はい。ま、あてことで、今回、オロビび。もうほん 本当にね、ラストブザビー決められた瞬間は本当にムカつきます。はい。っていうことで今回第10位はおろびと。さあ、えー、第9位になってくるんですけども、ここは同率としてちょっと出させていただきます。はい。えー、同率、えー、9位。誰か。まず1人目。 海軍本部総長、コビーと、はい、いうことで、コビーがランクインと、うん、まあ前回と変わらずですね、ここら辺も。はい、まあ工場としてはね、最強ゲッターたるゆえんを持ってるキャラクターになってくるんですけども、いや、本当に強いと思う。うん、まああの、やっぱ無敵スキルってやっぱ強いよ。うん、それがゲッターが持ってるっていうことは強いんよ。うん。 ってことで、えー、まあ今回ね、えー、コビー9位ランクインと、さあ、同率にもう一人入ってくるのは、もちろん皆さんあのキャラクターです。 ミス・ゴールデン・ウィーク。もう同率ですね。もうこのキャラクターも本当に。まあ個人的にはコビーとこっちどっちが使いやすいって言ったらね、こっちの方がね、個人的には好きです。うん、なんて言ったってやっぱ無敵の時間が長いっていうところ。<laughs> そこがね、結構ね、個人的には好きかな。はい。まあただね、おでんをね、剥がせないっていうのが結構なネックなところでもある。うん、まあなんでね、皆、えー、さんぜひとも工場キャラの最強キャラ、えー、ぜひ体感してみてください。 はい、と、はいうことで9位が終了と、さあ、続いて第8位、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ、使用率の方はですね、全然変わっておりませんね、ただまあね、固まってね、ドフィが味方に来る時もこも見かけたりもするぐらい、え未だ現在、今、使われてますね、全然使われてます。はい まああのー、嫌じゃないよね。まあてか、ヤマトとか使ってて、まあ、なんかドフラミンゴに素書き貼られると本当嫌なんで。<laughs> その間ヤマトも何もできないんでね。うん、まあおでんだったらね、ちょっと頑張ってね、えー、ぶちこましに行けることはできるんですけども、うん、やっぱり素書きがうっとうしい。特に赤犬とか使ってたら本当にこのキャラクターめちゃくちゃ嫌です。はい、まあてことで、未だ健在のフェスのアタッカーキャラ、おめでとうございます。はい、てことで、続いてが第 7位になってきます。第7位。最強生物カイドウ。前回と変わらず、ここも変わらず、安定の7位カイドウ。ただし、使用率の方は下がってます。 下がってますねもうこれはねもうわかるんですよ味方依存になってしまうキャラクターだからですねはいまあ、なのでカチカチになるまでやっぱりねフォローいただけないと結構このキャラクターしんどいのでうんまあ、なんでそこをねしてもらわないと、えー、このキャラクター俺はなんで出したんだろうっていう、えー、と本当賢者モードに入ってしまいますはいなのでね皆さんぜひカイドウがいた時はフォローしてあげてください <laughs> はいまっ、あ、てことでですね、えー、今回最強生物、えー、カイドウが第7位と うんもうカチカチになってしまえば本当に強いうんさあその中まあここから中堅帯に入ってくるんですけども第6位。 海賊王ゴールディ・ロジャーとはい。このキャラクターも使用率の方はね、前シーズンに比べると下がってるんですね。はい。下がってるんだけども、今だ現在使われております。うん。ただやっぱりね、このキャラクターで無双した時が一番あの動画にしたい。<laughs> <laughs> うん、もう個人的にはこのキャラクターの武装が多分バウンティ界で一番気持ちいいんじゃないかなというふうに思いますうんまだ、あ、カムサリでワンパーンって言ってねチャージでワンパーンっていうふうにえできるキャラクターなんでねはいやはりロマンがあるキャラクターは、えー、健在という感じで、まあ、今回第6位にロジャーランクインと、うん、さあこっからなんですけども あのめちゃくちゃ順位変動しております。結構びっくりすると思うんですけども、まあねえー、皆さん予想しながら見ていってくださいと。さあ第5位 シルバーズ・レイリー、若レイリー、ランクダウンですね。まあ、あの、前シーズンは3位っていうね、かなりの好成績を収めたんですけども、今回下がってしまったと。うん。まあ、その理由としては、うーんと、まあ、やっぱりね、あのキャラクターなんですよね。 はい、あのキャラクターが、えー、やっぱいると。うんなんでルフィの裏にや、えー、っとレイリーとか、まあ、カイドウの裏にレイリーとかって、まあ、基本ベースが、まあ、そんなんあるんですけども、うん、最近ではルフィ あいつだったりがね、結構見かけたりもするので、まあそちらの方に取られてしまったのかなというふうに思います。まあてことでね、まあただね、フェス界ナンバーワンキャラになってくるので、はい、えー、まあ全然強さの方、えー、まあ今の環境のね、度合いで言うともう全然上位、上位キャラになってきますんでね、はい、皆さんぜひとも、えー、若リーで頑張ってみてください。 はい。ってことで、第5位が別れ入り、ランクダウンしてしまった。来シーズン頑張ってほしい。さあ、続いて、第4位。これもランクダウンしてしまいました、このキャラクター。このキャラクターです。カイドウの息子、ヤマトと、 ランンクダウししましたねうーんただしそのやっぱりねみんなの編成度合いにもよってくるしっていうところもあるのでここら辺はねえー、ともう一概に1シーズンだけでああヤマト4位のキャラクターなんかっていう。 いうふうに思わないでくださいね。今シーズンがこうだったっていうだけの話なので。はい。ということで、えっ、ー、と、ヤマトのねえ、フォローをしながら、えっ、ー、と <laughs>、まあこのキャラクター、俺よく使ってるんですけど、普通にめちゃくちゃ強いキャラクターで使いやすい。うん。おでん使いにくくて、ヤマト使いやすいっていう人もいるし、まあ、ヤマト使いにくくて、おでんの方がやっぱ使いやすいって、ここ結構分かれると思うんですよね。 個人的にヤマト使ってるのが結構楽ですね。はい。まあ、あてことで、まあ、今回ね、第4位になってしまったんですけど、来シーズンはまたね、えー、トップ3に輝きを戻してほしいキャラクターですね。はい。てことで、第4位がヤマトということで、こっからですね、第3位。初めてなんちゃうかな。このトップ3に入ってきたキャラクター。 ワンピースの主人公、モンキー・ D ルフィ、夢をルフィですね。このキャラクター、ついにとうとうトップ3に入ってきました。めちゃくちゃ増えた。本当に増えた。ってぐらいまして、このキャラクター。まあ、100になったんでしょうね。 <laughs> 皆さん100になられたんだと思います。うんまあんまりね、上位体で、あのーまあ、100じゃないルフィも見かけなくなったぐらいね、いないっていう感じなので、うん、でやっぱりね、ヤマトが下がった理由としては、こいつが増えて、もうね、きついんですよ、普通に。<laughs> <laughs> 勝てるっちゃ勝てるけど普通に考えたらもうこいつのあの振動でもパーンって晴れてね終わってしまうっていうことなんで、まあ、結構見られると結構めんどくさいキャラクターうんまあこれ今めっちゃヤマト目線で喋っちゃってるんですけどねはいただあのやっぱりねナンバーワンあのゲッターのキャラだとねやっぱりこのルフィとかもね倒しやすいっていうところもあるのでうんだた,ただそこでねヤマトが下がってルフィが上がってきたっていう感じだと思いますということで今回 今回、主人公トップ3おめでとうございますと。はい、いうことで、第3位が夢王ルフィと。はい、えー、第2位ですね。このキャラクター、前シーズンに比べるとめちゃくちゃ増えた。めちゃくちゃ増えました。はい、このキャラクターです。 海軍本部減水赤犬。めちゃくちゃ、多分ね、体感で言うと、あの、まあ、数値こう、えっ、ー、と、まあ、の字を書いていつも集計してるんですけども、はい。えっ、ー、と、体感は1.2、3倍は多かったですね。あ、もう、もう20いったとかっていう感じでちょっと思っちゃったキャラクターなので、はい。まあ、なんで今回ね、えー、杯えっ、ー、と、久々の2位浮上ですね。はい。 まあやっぱり強いです。やっぱ無敵があって、うんで、おでんも楽々、で、ヤマトもしっかり見れる。今の環境でやっぱきついってなってきたら、やっぱルフィなんですよね。ルフィぐらいなんですよ。<laughs> まあカイドウもカチカチになってしまったら別にほっとけばいいから。うん。で、まあ、あとは、 ドフィーまあ、別れ入りってるんですけども、苦手なキャラが結構多い中でもやっぱりこいつの安定感ってえぐいんですよね。はい。やっぱそれは使ってでもちょっと思います。はい。まあ、なんでね。第2位、赤犬、えー、舞い戻りおめでとうございますと。はーい。ということで、第2位が赤犬でしたと。さあ、えー、第1位。<laughs> もう何連覇してるかわかりません。はい。第1位はこのキャラクター。 光月おでんはい。 こいつの使用率は一人だけ群を抜いてます。はい。もう、何かの裏におでん、おでロジャーっていうね、パターンがもうめちゃくちゃあるんですけども。うん、まあ、おでんおろびとかもね、結構見かけたりもするんですけども、やっぱりね、強いです、このキャラクター。うん。で、やっぱりそのさっき言ったね、夢、ルフィ。で、赤犬も頑張れば倒せる。でも赤犬はまあ、マグマグ状態の時はね、もうただ古虫しとけばいいだけの話なんで。はい。で、ヤマトもま倒せる。レイリー、 ももももけけけるるるロジャードフィまままあまあ、まあどのキャラクターも何も何もかもね安定していけるキャラクターです <laughs> はいやっぱそれがすごいあとダッシュ性能がやっぱり高すぎるうんそこですねうんまあ本当にえっ、ー、とまあ次おでがねいつ復刻するかわかんないんですけどもまあとりあえずねえ次の超フェス来るまではもうキープじゃないですかね1位を うーん。まあ、超フェス来ない限り環境が変わるってことって、まあ、ないと思うんだね。はい。まあ、ということでね、第1位が、光月おでんでしたということで、今回第77シーズン、いかがだったでしょうかまあ、ぜひね、皆さんの、えっ、ー、と、気持ちや、えー、気持ち、はい、コメントの方もぜひ待っております。ってことでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。